攻撃を受けていますよ、日本保守党が。武田先生と百田直樹代表が緊急対談してから、一部の賛成党支持者が面白くないのか武田先生の動画を投稿して拡散しています。この動画はほんの最後の一部だけ切り取られて、武田先生が自分だけ逃げていった人だととを捨てて、印象操作、揶揄するものでした。 なんでこんなことしたのよ。そしてなんと、これは私もすごいショックでした。ジャーナリストの川添恵子氏が、日本保守党に向かって、ハゲじじい、整ババアと SNS で発言。これに賛成党支持者も追従する形になっています。これは揉めていきます。 自民党の支持者は岩盤保守層は動いていない。勝手なことを言うなと声を上げています。日本保守党に。どうして怒っているのかが謎ですね。これは。そして今日はなんとなんとなんとこの動画の最後にすごい情報がありますよ。皆さん、生きてますか起きてますか最後に言いますよ。日本文化チャンネル桜の国森情報局が先日の武田先生の発言に対して言及。それはなんと賛成党の の中枢を誰が支配しているのかは実ははい最後までよろしくどうぞのフェイス自民党支持者は 保守層は別に日本保守党には行っていませんそして少し行ったのもちょっと気に食わないし高市早苗さんが総理大臣になってほしいのにしかもあの外線ちょっと危なくない夜が夜橋カメラの人に謝らないと調子乗るないでよまったく相手にしてないの、ね そして政党支持者ああ武田先生信じられないなんで百田さんと会ったの意味わかんないうーんもしかして DS の DS のスパイだったのかもしれないどうしてさ自民党と日本保守党ってさパンデミック条約ああもう来るああもうあ今月あ,あの注射器が日本に落ちてくるのにああんで騒がないのそして日本保守党えなんやめっちゃ怒ってるやん 自民党その知らんやんたまたまあんだけ多く集まってちょっとええ面も全く褒めてくれへんやんえ、賛成と何怒ってんねん竹田先生と喋んのに全然わ自由やろえー、はい皆さんこんにちは北田裕之です本日もどうぞよろしくお願いしますちょっとすいませんねちょっと最初暑かったはいまあ、ということでですね揉めていますはい はい、ごめんなさい。ちょっと息切れました。はい、えー、で,で、早速いきます。えー、一、えー、三つの党が揉めている原因を解説します。これね、僕ね、ものすごい X とかもう、この三つの党、ね、えっ、ー、と、日本保守党、自民党、えー、賛成党の支持者の方。で、皆さんが一体何を思っているのか、本音はね、で、こう、入っていって全部見たんですよ。ね。なるほどと。で、まず、も、ま、う、あ、どっか行こうかな。自民党、ね。やっぱり保守党ができたと。 で、まあ、その、できる前、まあ、百田さんが日本保守党を立てますと、あの、LGBT の後に。で、その後に、やっぱり、こう、保守の支持者、岩盤保守層ですか。まあ、そっちが流れるんじゃないのかなと。そまあ、そうすると、やっぱり自民党員としては、その総裁選、次の総理大臣を決める時の投票、まあ、それこそ、あの、秘書官外ですとかね、タ <laughs> ロちゃんとかになってほしくないから、あの、その、高橋さんにね。 当選させないといけないのに、そんな大事な時にね、このタイミングで日本保守党を立てて、そうやってその保守党が流れていったら困るという思いはあったわけですよね。まあ、結果的にその後にですね、先日ありました、えー、大阪のヨドバシカメラであんなけ人が集まったと予想外。まあ、あの、イデオロギー関係なしに全部驚いたと思うんですよ。まあ、嫉妬する、すごいねという人、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど。まあ、そこでやはりちょっと、 自民党さ、客観的に見てですよ。自,あの自民党の支持者の方焦ってると。焦ってるけども、プライドありますから、やっぱりもう自民党ですからね。でかい。いや、まあ別に、岩盤を欲しそうは岩盤だから流れてないから、そっちには行ってないよ。うん。あんな気集まったらいいけどさ、ちょっと危ないんじゃないね。で、そこでまあ日本人が、いやいや、こういうことも良かったし、今度は気をつけるわいや、気をつけるってそ、相性から分かってたでしょ、的なね。感じで、まあ、今も SNS でやってると。はい。チカノフェイス。で、 まあ、賛成党さんにしたらですね、やはり、まあ、まあ、反枠パンデミック条約。うん、そことですね、まあ、そこが、その、日本保守党と、なぜ自民党が、その、ノーリアクションなんだと。ね。私たちが、まあ、保守として、それを何とかしようとしてると。ね。で、もう一方は、その、まあ、やはり、武田さんの内部の発言で、その後、えー、まあ、私が前回動画でも出しました、 緊急対談で、まあ、賛成党は、えー、共産党、また公明党のような組織を目指す。まあ、理念じゃない。理念じゃない。組織を目指す発言。えー、っと、同時に、まあ、えー、百田直樹代表の、えー、暗黒組織だと。おうぅ、来い、こい、こい。いっていうね、まあ、あのじ、実は僕も知りませんよ。まあ、そういう発言があって、まあ、それに対して、まあ、いろいろ起こってると。ということですね。で、先ほどもありました、まあ、僕もね、ちょっとショックだったんですけど、まあ、ジャーナリスト、 のね、川添恵子さんですね。まあ、ぶしさんともよくね、話してましたけど、まあ、どういう内容を言ったかというとですね。はい。まあ、これです。あ、分かった。自民党の票を割ることになるのかしら。ハゲじじと、整形ババアの、か二人、二名。たまに激しい表現も使っています。この方から私、長年、超被害を受けてました。笑い。怖いババアたち。これね、僕ね、こういう人だったんだ。ちょっとおも驚いたんですよね。で、もう、なんか、調べてみると、まあ、もうどっぷり、 参政党の公演に出て、まあまあ料金をいただいて、そういったもうほぼ参政党は結構まあ活動されているようなんですよね。はい。で、これに対してですね、やっぱり百田さんのリアクションとしたら、はい、これです。えーえー、すごい悪を感じるポストですね、と、えー。ここまで汚い言葉を普通なら恥ずかしくて使えないんですが、憎しみが上,上回っているのでしょうね、と。で、この後ちょっとあの、また百田さんがですね、いや、私は彼女に何も、 言ったことないし、関わったことがないのになぜこんなこと言われるのかがわからないと言ってました。はい。まあ、どっちの方は持っていません。私は。ただ、まあ、こういうやりとりがあったと。で、まあ、先ほども言いました通り、まあ、これに賛成党の支持者が追従しているツイートをですね、私は見かけました。まあ、これはね、まあ、ある一部の、もちろん、それぞれの支持者ですけども、またある一部はですね、もうちょっと仲良くなろうって言ってますけど、これ、なるかな 星同士もちょっと難しいと僕は思います、正直。うん。もうイデオロギーが違いますからね、三つとも。はい。まあ、それぞれ星といっても、僕はですよ、個人的に。僕は違うと思います。イデオロギーはもう違います。まあ、三つとも星としても、星としても三つともち、もう違います。もう、各々の支持者が、これだけね、やめとけばいいのに、一番ね、自分らの、自分らのその、党が困るのに、これをやっちゃってるしまってるわけですよね。うん。もう揉めますよね、そら。まあ、 あえて言いたいことはありますよ、僕だって。ね、こう絶対みたいに。うう俺の意見はこうだ。でもね、それがやっぱ抑えられないんですね。うん、まあちょっと残念ですね。はい、と思いました。まあ、日本、保守とは両サイドから攻められる形ですね。で、あの、なんか、和也さんでしたっけあの、元参政党の方ですか。まあ、日本、保とは攻撃的だと。これね、あの、今さっき見たらカッパルチャンネルさんもう何言ってんだ、和也みたいな感じで言ってましたけど、ね、これね、本当に分かってない。なんかね、 えっと、百田さんが、百田さんが育ててると。で、自分の意見と違うやつは、こう、ツイッターでリツイートして、こう、晒すと。お前はもうブロックしちゃうで、自分の話と関係ないやつは、百田直樹代表はブロックして、すごい攻撃的だと。まあ、これも一つの印象操作なんですよ。で、これね、これが、ごめんなさい、ちょっと上から言う。今回上から言う。強めで、ね。まあね、僕もまあ多分、年上だから、僕の方が大人。<laughs> これがね、保守としての、あの、文化。保守って、 文化を守るでしょこれは間違いないですよねどこのとも。文化って何だと秩序なんですよ。ルール、形、精神的な文化もありますでしょで、食べるもの、食べ物、寿司の作り方とか、えー、お祭りとか、えー、神道とか、お寺とか、まあそういう精神的な文化。その文化のルールなんですよ。そのルールの中には、朝おはようございます。とか、お疲れ様です。とか言って、目上の人には、あ北田宏樹と申します。よろしくお願いします。ムカつく上の人でも、あ、お前年がけのも、めっちゃムカつくわほんま、関係あらへん敬語なんて。チカノフェイス。 いきなりなりらそれで僕ね、この X、旧、まあ、ツイッターね、気をつけないといけないのは、間近でしょ、まあ、例えば百田直樹さんでもいいですよ、矢沢の A ちゃんでもいいですよ、時代にとったら、あの若い人だと誰が好きなの、ちょっと分かんないけど、何でもすぐ打てちゃうでしょ、その著名人な人でも。 で意見言じゃ、僕らって意見あるよ。例えばね。いや、例えば、あの、そんなこと思ってないですよ。例えば、百田直樹さん。なんか、若い子、インフルエンサーとかをちょっと党に入れて、そしたら若い子も、あの、入れるんじゃないですか。この意見やりましょうよって言って、僕も多分ブロックされますよ。いや、仮に、僕がすごい熱狂な支持者としたらね。だってそうでしょ。僕のこと知らないわけでしょ。で、百田さんにしたら、自分で、あもうこれはもう俺も,うもう、まあ、立てるしかないわ。もうちょっと待って、ちょっと,ちょっと待って、水ず飲ませ。<laughs> いやもう、いや、もうやるしかないと思うわ、ほんまにもう。もうな、もう、あの、星野党作るわって言って立てて、あそこのね、街頭演説にも立って、ね。あれ、後で、有本さんが言ってましたけど、あれ、防弾チョッキかなんか来てたんでしょチョッキかなんか。ね。暗殺されるかもしれないから。そういう、しかもですよ <laughs>。10月16日ですよ。決闘宣言が <laughs>。まだ1ヶ月でしょ今日18日 <laughs>。 それでそんなに攻撃します日本保守党だけをなぜか。賛成としては武田先生と。で、その、何あの、パンデミックのことをやらないから、DS の手先だと。<laughs> じゃあ、その何、何あの、国際金融資本家、まあ、あの、ね、あっちのユダヤ人、ね、あの、伝統派の、こっちの伝統派の方が、俺に、僕、私ニューヨークいたから知ってますよ。あれが、こう、こ,こっそり日本に来てね、百田直樹さんの家に訪ねて、うーん、 お前は日本保守党 you, you know, you, you make a conservative party and just, you know, とか、こう、なんかわかんない英語で喋って <laughs>、あの、また受け皿を上手に作って騙せみたいなことを誰かが言いに来たのすごいね、それ。その妄想はどっから生まれるのその妄想はもしかしたら、賛成党さんのこのクローズ,ズなこの講演の中で誰かが言ったんじゃないですかね、でももしまあそれが当たったら、まあなんか CIA とかね、言ってますけど、それが本当かどうかわかりませんけど、まあいいや。 力のフェイス。うん。まあ、とりあえず、そういう、まあ、話戻して、そのカズヤさんが言った、簡単に意見が言えるわけでしょじゃあ、音楽の、例えば僕はバンドマンです。ね売れない。そしたら、矢沢の A, A ちゃん、A キさんやってるかなあの、X のツイッターで、矢沢さん、今、若い子曲流行ってますから、こういう曲作ってくださいよ、なんて、打つ打たないよね。それで、矢沢さんが怒ってね、こういうガキがなんか,なんかね、俺に指図し,してきたんだってなって、うわ、矢沢さん、人の意見聞かないんだって。 なるあのね、勘違いしない方がいいですよ。一応ね、あの、11年連続なんだ、あの、本を売れた、すごい大作家さんじゃないですか。ねそんな簡単に逆に軽々しく売ってるのがすごい。いや、や、あの、やりたい人はやればいいですよね。私はやりませんよ、そんなの。そういうの、あの、礼儀っていうのありますからね。私は茶道とか居アイドとかやってね、ある程度。いや、誰かの下に平行らしろってそういうことを言ってるわけじゃないんですよ。ある程度のね、名上の人、そういった自分よりもね、何かその、 結果を残した人で、作田さんでそんなに威張ってるわけ威張ってるか <laughs> まあねまあまあ個性でしょあれは <laughs> フォローしておきましょうまあ別にそんなに僕はまあ同じ関西人関西人の方ですからあんまりあの僕はその嫌な感じしないですよねああいう人ははい。チカノフ ま、ということです。まあ、ということで、日本保守党ごめんなさい、話しながらと攻撃されてます。それで、まあ、二つ目。で、賛成、僕ね、ちょっとね、もうね、さ、あの、やっぱり前の動画で出して、賛成党さんの支持者の方が、やっぱちょっと怒ってるんですよ。もうね、うん。だから、いやの、もう自由ですから、あの、ね、まあ、三人ぐらいや、やめましたよね。ちょっと張ろうか。えー、っと、市議の方がね、一、二、三と。で、やめて、まあ、 ね、まあ、やめた画面もこう言って、はい、あの、ご利用ありがとうございました、みたいなね、なんかあの、お金借りて、あの、全部ね、アコムかなんか、僕お金借りたことないですけど、あの、借りた後、返した後に、なんか G メールでくるようなメッセージと、はい。で、それでま、いろいろまだ、内部で揉めてる状態で、で、と同時に、それとは別に、まあ、外側のね、攻撃、まあ、日本保守党へのそういった攻撃、または、その、えっ、ー、と、他の保守党、保守党、まあ、岩盤、自民党の岩盤保守政党で、えっ、ー、と、日本保党に対しての、 いわゆる半枠、それぐらいパンデミー重要なぜしないんだだから、なんか DS の絡みなんじゃないかと。DS、ディープセイト。はい。じゃあ、ね。まあ、賛成党の支持者の方見てますね。僕言いますよ。なぜ逆に、日本保守党の人たちと自民党の岩盤保守党の人が、あの、あなた方と同じように騒がないと思います考えたことありますみんな X で見てるはずですよ。あれ必ず。流れてきますよね。絶対、絶対見てると思います。 見事に僕調べましたけど、自民党のその保守の方と日本保守の方はみんな多分リツイートしてないですよ。まあほとんどの方が。まあ9割8割でしたけど。なぜだと思いますで、僕も最初、まあ大事なことだなとは思ってるんですけども、やめたんですよ。はい。まあヒント言います。WHC ですかまああの集まりって結構目立ったの左より令和新選組さんの政治家も集まってますよね。チカノフェイス。はい。 ねえ、またあれは何かねえ、まあ、確かに大事な集まりですけども、あ、よくね、リベラルな人ってああいうところを、まあ、見越して、まあ、例えば何か被害を受けた人に、ところによく利権作りに来ますよね。まあ、ヒントはそこですよ。まあ、わかりませんけどね、真相は。だから様子を見てるのではないかという考え方もあるし、まあ、あとは、まあ、 うん、それはあのご自身でお考えになってください。はい、いやー、そうじゃない、こう思う。神谷氏はこう言ったって、もうそれあの書かないでいいですから。もうあの、前回ももうみんな書いてくる人しょ。みんなその神谷氏に言われたことを書いてるから、それだと僕はあの、あの神谷氏の動画で、その喋ってるの見てますから、その同じことを書かれてもしょうがないので、うん。だからやっぱり自分の思考、自分で考えた意見ではなく、言われた神谷氏がこう言ってました、こう言ってました。あ、それともう一つ僕聞きたい。c h i フ a イ o えっとね、 じゃあ、えっ、ー、と、前回出した、えー、共産党と、えー、公明党のやり方は真似すぎる。理念関係ない。うん、わかりました。じゃあ、どうやって、神谷氏が、ね、公明党と共産党の組織のやり方を知ってるんですかえ、保守党のあれだけ、俺らがナショナリズムだって言ってる人が、えー、公明党、こあの、どっか何公明党。公明党総合学会ですよね。なかなか閉鎖的誰も謎ですよ。なんか、共産党もそうですよね。うん、ちょっと、なんか、あの、 共産党のあ、どうなんだ東京の建物にピンポン押して、あ、すみません、あの、組織ってどうやってますって、聞きに行けるのうん、難しいよね。どうやって知ったんですか聞きましたもしかしたらどっかのなんか、わかんないですよ。あの、参政、僕知らないんで、参政党のあの、講演か何かで、神谷氏が、ああ、の、教えていただきました。今日、あの、公明党、参、えー、政党さんの本部行って。はい。すごかったです。完璧でした。真似します。で、どういった組織かというと、で説明を受けたんですかえ、それ教えてくれます内部中言えないですかね、どうやったんでしょうね。 そんな真反対の政党の組織、どうやって知ったんでしょうかね僕、すっごいそれ、質問で、前回ね、あの、参政党、参持者の方に、教えてください、教えてください、ニュニュニュって書いても、一切返事返ってこないんですよ。う怖い。はい、ということですん、ね、で、まあ、あの、皆さんね、ごじゅ皆さん、支持は自由なんで、自分の信じる政党をね、支持してください。ね。まあ、どれだけ、もう、こうなんだと思えば、思うほどね、あの、支持していただいて、僕はいいと思います。自由なんでね、あ、宗教もそうですよ。 いうことですで最後に皆さん聞きたかったでしょ、あの国盛さんの大発言、いきましょう <laughs> ちょっともったいもうちょっともったいぶりだけど、まあ、い,いや、行きましょう最近、まああの、参政党に関しては、武田邦彦氏がいろんなことを、えー、暴いてるとで、事務局のことを言ってましたね、事務局は共産党を目指してるんだと、モデルにするんだみたいなことを言ってるそうですね。でこれはねね民主党ががそうだったんんですよ、ねえー、事務局が、えー、確かかか旧社会統計かなんかの あれが牛耳っていることによってっていうのがあってこれを牛耳るのがすごいポイントなんですよだから中枢を誰が握っているのかどういった人たちが握るのかっていうのが一番ポイントであってそれは表面からはわからないそれを見ルクにはやり口とかねいろんな形で総合的な判断まあ暴衝です彼らは隠しますからそういったことをね傍証的にしか言えない から、まあ直感とかそういうのも大事になってくるけども、それは別にでたらめな空想で話してるとかね、そういったことじゃないんですね、なんかそういうのがばかれてきた、えー、ということですね、これは武田邦彦氏が昨日、おとついぐらいで言ってるんで、ぜ、ま、ひ、あ、ご覧いただけたらと思いますけど、えー、内部はそうです、共産党を目指のようなものを目指すと。ということで、まあ、僕らが言ってる、おそらく中枢を握ってるのは篠原丈一郎氏だろうというのが。 じゃないかなと思いますけどもこの参政党の中枢にいるのはやはり、えー、確かアドバイザーですか、えー、篠原丈一郎さん篠原丈一郎さんがおそらく中枢を支配して,るんしているのではないかという発言、えー、さあどうなることやらこれは。 これはこう、これはね、間違ってる間違ってないか私も分かりませんよ。この発言してる方にお会いしてませんので。まあ、この篠原丈一郎さんがはっきり名前出てきました。はい。確かまだ完璧に篠原さん離党してないですよね、共産党。何でしたっけ辞めてるけど、なんかなんか届け出は出してないんですよね。確か共産党の方って海外にも行けないですよね。うん。ちょっと考えよでしょう で、賛成党の支持者じゃない方も驚いてますし、まあ支持者の方はどう思ってるのかちょっと僕はわかりませんけど、まあ僕の個人的な意見と事実あったことなので、あの私に苦情はやめてください。はい。 それはね、あの、自分とこの支持者の代表なりに言っていただければ幸いです。はい。まあ、事実、こういうことを言ってましたよって貼ってますので、私が勝手に誰も言ってないことを言ってませんので、ごめんなさいね。はい。ちょっと悩ましちゃいます眠れます大丈夫ですか <laughs> ごめんなさい。ちょっと意地悪な動画になっちゃったかなはい。まあ、ただね、皆さんね、辛い時もね、やっぱり楽しく笑ってね、いい日本をね、作っていきましょうよ。はい。ということです。はい。 はい、えー、では皆さん「えー、税金高い北高だなんとかする」えー「選挙の票と女性は追うな」「日本の子供たちの将来のために美しい日本を取り戻す」あ「チャンネル登録よろしくお願いします」「次回の動画でお会いしましょう」「さよなら」